ロベール・ウーダン・ジャン・ウジェーヌ・ロベール・ウーダンは、フランス人のプロマジシャン。今までとは違う奇術を行い、尊敬をされたことから、近代奇術の父と呼ばれている。1805年、フランス・ベロは生まれ、出生時の名前は、ジャン・ウジェーヌ・ロベールであり、ウーダンの姓は結婚後に妻からもらったものである。青年期は家業である、時計職人として、機械装置に精通し、いくつかの精巧な自動人形を作成した。40歳の時、かねてから憧れていたマジシャンへ転身。1845年パリでデビュー。プロデビュー後は、古くからあるマジックに加え、元時計職人ならではの新技術に基づいた数々のオリジナルマジックで人気を博した。それらは、現代においても行われているものもある。この時ウーダンは、夜会服といった正装を着用。また明るい照明を使用したことなどで、それまでのマジックに対する黒魔術的なイメージを払拭した。この革命的な演出形態は、たちまち世界中へと広がり、夜会服にシルクハットは、マジシャンの代名詞となった。このことからウーダンは、しばしば近代奇術の父と呼ばれる。また、マジシャンとは、魔法使いを演じる役者であるという名言を残した。これを、奇術の歴史に名を刻んだ多くのマジシャンが大切にしてきた。故に、奇術師には秘密を守る義務がある。1850年代のフランス領アルジェリアでは、イスラム教の一派である、聖者崇拝思想勢力が、大道芸的な奇跡を見せることで大衆を扇動し、武装蜂起寸前の状態となっていた。フランス政府は軍事的に対応するよりもマラブーが見せるトリックが見劣りするような腕前を持つマジシャンを送り込みマジック対決を行うことが良策と考えた。1856年にウーダンは政府からの要請でアルジェリアに渡り当地の有力者や一般客が集う中電磁気を利用した最新のステージマジックを披露した。観客はウーダンのマジックに魅了されたがその中の一人である有力者イフ・ボーアレムは、ウーダンを自宅に招き、特別公演を依頼した。ウーダンは、シャイフの部下たちの前でマジックを披露し、喝采を受けたが、屈辱を感じた、シャイフ配下のマラブーはウーダンは、詐欺師であると非難し、銃による決闘を申し込んだ。ウーダンはこれを受諾したが、決闘用の弾を偽の弾丸にすり替えるため、口実をつけて、決闘を翌日に引き延ばした。翌日、決闘の場で、マラブーの放った弾丸を歯で加えて受け止める弾丸、受け止め術を披露し、マラブーに敗北感を与えることに成功した。一連のマジック対決によって影響力の低下を悟ったマラブーは、蜂起を断念し、ウーダンは報奨として、装飾を施した巻物を贈られた。帰国後、引退したウーダンは、記憶を頼りに、アルジェリア旅行記を表した。このエピソードは中島ラモの小説、空のオルゴールや日本で公開された映画トリック劇場版でも語られたが、真意は定かではない。ありがとうございます。